記録的な夏の暑さの影響で、今、お米の品質に異変が起きています。影響はどこまで広がるのでしょうか。県内有数の米どころ、会津地方。実りの秋を迎え、会津若松市の長谷川康光さんの田んぼでも、いつもより10日ほど早く、コシヒカリの収穫が最盛期を迎えていました。ところが、中には全く実が入ってないのもありますね。ちょっと例年よりも多いですね。もみの中に米が入っていない稲が今年は多いというのです。その訳というのが、梅雨明けの暑さからずっとお盆過ぎ、9月の頭まで暑かったのはやっぱり今までにないですよね。猛暑の影響です。記録的な暑さは会津若松市も例外ではなく、梅雨明けから30日以上猛暑日となったほか、8月の平均気温は平年と比べて 3.8 度高くなりました。暑くて肥やしが早く効いちゃったんですよね。皮が厚くなるんですよ、身を守ろうとして。あの手この手の対策をしたものの、影響は避けられず、米の粒が小さくなってしまい、収穫量が1割ほど減少する恐れもあるというのです。さらに異変はこんなところにも。収穫した米はセンサーカメラで色や形を識別し、検査でクリアしたものだけを出荷していますが、白くはなると思うんです。高温障害で暑すぎると。味には問題ないものの、猛暑の影響で米が白く濁ってしまう現象が起きていました。 JA 会津四葉によりますと、米粒の見た目や大きさ、それに水分量などをもとに格付けされる指標のうち、会津米に占める一等米の割合は去年が 97% だったのに対し、今年は今のところ 70% にまで低下しているといいます。数量取れない上に供給下がると値段がぐっと下がっちゃうんで、大変な思いはしますよね。